いや、三笘はね、評価するのはまあむずいですけど、うん、守備めっちゃしだからね、うんうんうん、ダロトに聞いたら多分三笘うざかったってそう、ね、なるダロトに聞いたら、うんうん、あんな守備するサイドハーフいないってなるよね。いないな。でもやっぱファンヘッケいると多分全然違う、うん、多分相手が引いてきてもまた変わるもん、うん、ファンヘッケいるだけで。ヘッケの存在でかいな。いや、ヘッケの存在ガチでかい、うん、ダンクはもう当たり前に上手いからさ、もう当たり前だからね。その相方がさ、そう、やっぱダンクのテンポ感、やっぱダンクってテンポ上げたりさ緩めたりさ、うん、ペースメイクできるからさ、 そうね、そのペースメイク裏切るじゃんやっぱり、うんうんうん、普通のセンターバックだと。そうね、ヘッケはそれ以上にもっとペースメイクできるからね。そうね、走らないよねめっちゃ。そうそうそう、テンポ急がないから、ね、急がない急がないマジで。あと縦パスもうまいよね。うまい、一個飛ばしの、うん、今日の1点目、うん、もうヘッケの縦パスから始まってるからね。ファンヘッケこれ変えれないよな。いや変えれない、うん、ヘッケとギルマが揃った瞬間、うん、中盤で光り輝くもんね、うん、天国への螺旋階段広がるもんねタタタタタタタの確かにフィン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 つってマジで光るもん、ね、光る光る、ね、階段上り出すもん本当にヘッケギルマグロスはあれもう、ね、やばいね、やばいね、あの3人は、うん、あのトライアングル最高だね。やばい、いやあのビルドアップなかなかだぞあれ。なかなかだね、うん、あれは武器武器、うん、地味にねもうやっぱりキーパーも評価してほしい。あそうだね、うん、あスティールも良かったよね今日ね、うん、いやあんそんなにポセッションできるキーパーなかなかいないよ。一個飛ばしも上手いし、一個飛ばしめっちゃ上手い、やめれるよね、うん、キーパーにもね注目、うん、キーパーのビルドアップもちょっと注目していただけたら、キーパー側としてはね、うん、嬉しい。いやほんとすごいな、うん、いやユナイテッドめっちゃ強かったけどな、なんかこれで順位がさ、ね、その順位以下になっちゃうの俺納得できねえもん。確かにね、あのユナイテッド、うん、めっちゃ強かったよね。いや強かった本当に、うん、みんなに もう一回見てほしいもん、ね、最初の15分見て最初の15分マジでやばい。あそこなんとか耐えたから、うん、なんとかなってるけど、そう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 、爆発してたよね本当にマジでマジ爆発してマジか。ただやっぱブライトンは本当ビルドアップを武器として持ってんのでかいね、うん、やっぱ時間使えるもんな。そうね、やっぱブライトンが握ってる時相手の攻撃ないから。そうね、それはでかい。やっぱ、うん、確かにヘッケ散々やらかした後に覚醒したから、ウェブスターも長い目で見るしか。でヘッケさ、うん、最初のやらかしもさ、うん、なんかふわふわしすぎてみたいな感じだったよね、うんうん、そうね、そのやらかしてる属性がちょっと違かったよね、うんうん、ウェブスターは結構しっかりしてて、うん、またちょっとベクトル違うよね。そうね、ウェブスターとヘッケは真面目なやつが真面目にミスったっていうのと、そう、まあ、ヘラヘラしたやつがあやっちゃったっていう、いや本当にそうだと思う、その差だと思う。そうそう、うん、だからねこれちょっとまた難しいよね、人間性の問題にもなってくる、ね、あると思う。ヘッケは多分ね、うん、やっぱりそもそも多分楽観的だよね、めっちゃね、そうね、うん、ういえみたいな、そうそうそうやっちゃってって感じだもんね。いやヘッケマジ俺プライベート知らんけどさ、ヘッケのういっすみたいな感じじゃないですか、ね、ういっすういっすみたいな感じじゃない、うん、多分、ね、絶対なる、うん、ベイブスターはジャスみたいなね、ジャスみたいな感じな、ね、うん、それがでもウェブスターの良さだからね。そうね、うん、それが二人の良さだから。そうそうそう、やっぱね人間性、いやまあこれも勝手に俺らが言ってるだけだけどね、分かんないよ、分かんない分かんないそうそうそう、分かんないけど、うん、たまにね答え合わせ聞きたいよね、聞きたいね、みんなのちょっと性格をさ、人間性聞きたいよね、聞きたいよね、うん、うん、どういう人なのみたいな、超おもろいっしょそれ。あヘッケはちょっとあれもう本当にイカれてるよ ね感覚やばいよあれ。やばい、ラッシュフォード今日あんだけキレキレでさ、うん、そのラッシュフォード目の前にしてさ、うん、ドリブル仕掛けるもんね。そうね、うん、1回整体してね、そうドリブルしようとするの。いやあれやっぱあの攻撃の印象残っちゃうけどな。そうね、怖いよやっぱ、うん、ラッシュフォードやばいのイメージ引きずっちゃうもんね、スパーンって切れるもんね、散々やられてるもんね、しかも散々やられてんのに、ね、ヘッケはそのイメージまた別でしょそれとはね、うん、それとこれとはちゃうよって言いそうだもん、うん、いやいや確かにやばいけどって、ね、ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。